どうもロミです。今回も動画の視聴ありがとうございます。早速ですが、皆さんは自分以外の人がどれぐらいの資産を持っているんだろうと気になったことってありますか？あったとしても他人の資産って具体的にわからないですよね。そこで今回の動画では41歳独身女性のリアル資産公開というテーマで動画を作りました。動画の目的は今後私が資産形成をしていく上で現在地を記録するために作っています。なのでこの動画を見ることで学びになるとかそういうわけではないのですが、他人のリアルな貯金額がいくらなのかサンプル1がわかります。料理とか掃除とかウォーキングとかの合間にラジオ感覚で聞き流してもらえたらと思います。匿名だからこそできる身を削った内容となっていますので、興味がある方はぜひ最後までご視聴ください。当チャンネルは現在 Vlog メインの投稿となっていますが、これからはこんな風に音声配信もチャレンジしていこうと思います。また投稿間隔が空くこともあるので、よかったらチャンネル登録をお願いします。で、動画ではまず最初に比較対象として世論調査による40代の夫婦世帯の貯金額と単身者の貯金額についてお話しします。続いて私のリアルな貯金額について公開します。で、その後貯金額だけでなく負債額も公開していきます。で、最後に今後の展望を語ります。はい、ということで40歳代の貯金額を確認してみましょう。家計の金融行動に関する世論調査令和4年によると、40歳代のリアルな貯金額は次のように報告されています。2人以上世帯の金融資産を保有していない世帯を含む場合は平均値825万円、中央値250万円。2人以上世帯の金融資産を保有している世帯の平均値は1132万円、中央値は500万円。次に単身世帯で金融資産を保有していない世帯を含む場合は平均値は657万円、中央値は53万円。単身世帯の金融資産を保有している世帯の平均値は1045万円、中央値は374万円となっています。で、この話をするとね、もうすでにお分かりの方は多いと思うんですが、平均値っていうのは極端に、外れた数値が含まれていると影響を受けてしまいます。なので非常にこのお金持ちな方の数値が含まれて平均値が非常に高くなっています。そのため中央値の方が実態を表しているというふうに考えられます。で、私がこちらのデータの中でどれに含まれるのかっていうと、単身世帯の金融資産を保有している世帯となります。ので比較データが中央値の374万円となります。はい、ではここから41歳の一人暮らしの女性のリアル資産額について公開していきます。で、公開する内容はマネーフォワードで銀行口座を私は管理しているので、そちらの画面となります。で、2023年9月30日時点で1ヶ月の支払うべきものを全て支払った後の残りの資産です。で、手元に現金がいくらかあるんですが、こちらも生活費として消えていくものなので今回は除外しました。ということで早速いってみましょう。こちらが128万2968円です。内訳は現金が209,809円、投資信託が768,239円、年金はイデコですね、こちらが304,920円、不動産は持っていません。はい、どうでしょうかね。100万円を超えてはいるものの、40代の単身者世帯の金融資産を保有している世帯の中央値と比較すると200万円ほど下回るという状況です。40代ともなると少なくとも数百万円くらい貯金があるだろうと昔は無邪気に思っていました。私は全くそんなことがないですね。で、動画を作る直前は家賃の更新料を積み立てていたのと株高の影響があって一時期150万円を超えて資産が増えたなと思ってましたが、完全に全部支払ってみると幻でしたね。この勘違いに気をつけないといけないですね。ということで次に貯金額を公開している人って YouTube でも多いと思うんですけど、負債額までしっかり見ていく必要ってありますよね。
ということで、リアル負債額公開します。98,800円で、この中には定期代2万円とかリボの残高が含まれています。これに加えて過去のクレジットカードの残高の推移を見てみます。増えたり減ったりしています。で、これだけなんでいっぱい使ったのかっていうと、手元に現金がない時でも旅行に行きたくて交通費や、宿泊費をクレジットカード払いでなんとかしていたっていうような時期もありました。今ようやくリボの残高が10万円を切るところまで来ましたが、過去一番クレジットカードの残高が多かったのは2022年の5月の54万4,560円ですね。で、この当時は今よりもリボの支払いの残高が残っていたのもありますが、プラス日々の生活費をクレジットでできるだけ切るようにしていました。で、クレジットカードをね使っていたんですけど、それだとちょっとこう買い物でストレス解消をして浪費していたっていうのもあったような時期です。で、10月以降の展望としては、今後はですね、リボの繰り上げ返済は年内で完済を目指しています。で、2024年から新NISA が始まりますよね。で、理想としてはクレジットで5万円ぐらい積み立てられたらいいなと思っていますが、で、NISA だけでなく、生活防衛資金の短期目標として50万円を貯めるっていうのを目標にしていますので、こういうところ達成していきたいと。順調に貯金とか投資を積み立てられていけるかというとそうではなくて、支出予定というふうに考えているものが、書き出してみるとざっくり60万円あります。で、例えば私趣味で着物着てるんですけど、アンティーク羽織の修理というので75,000円ってすごくお金がかかります。あとは iPhone ですね、今使っている iPhone って iPhone8 で、ちょっともう何年も使っていて、だんだん調子が悪くなってきたのでそのうち買い替えたいと。それにしてもちょっと中古の iPhone で、iPhone13ぐらいに買い替えたいなと思ってます。で、これも13万円ぐらいかな、調べたらそれぐらいの値段です。で、お年からだんだんシミですね、顔のシミ気になってたので、友達がシミ取りに行ってみたサロンがあるので、そこの価格を調べて、シミ取りで11万円ぐらいを予測しています。で、脱毛もしたくって、家庭用の光脱毛器で十分効果を感じるのが分かっているので、5万円ぐらいの価格のものを買いたいなと思っています。で、まだまだ急ぎでもないんですけど、私車の免許を持っていなくて、ゆくゆくまた旅行に行きたいなとかいうところを考えた時に車の免許を持っていた方が行きやすいところがあるので、これも取りたいなって、調べたら24万円ぐらいでしょうかね。で、というので、ざっくり60万円は支出が、今の段階でも予想されると。で、YouTube でお金関係の発信をしている人の中にかなりミニマリストというか極端な節約生活をね千人級でしている方もいますが、私はまだまだ欲しいものとかやりたいことがあります。なので、もうどんどん右肩上がりに資産が増えていくというよりも増えたり減ったりしつつ、で、長期的に見ると増えていっているというような状況に、持っていきたいと考えてます。はい、ということでいかがだったでしょうか。41歳独身女性のリアル資産額公開というような内容でした。冒頭でも言いましたけど、これからも音声を交えつつお金の記録をしていきたいと考えていますが、視聴してくださる方にとってはラジオ感覚で聞き流せる便利な内容と言えますが、なんせ動画を作る側としてはかなり手間がかかりますので、投稿間隔が空くことも予想されます。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録して次の動画が更新されるのを待っててください。ここまでお話聞いてくれた皆様ありがとうございました。で、また更新します。